たち誕生日おめでとう、乾杯。こんにちは、ひなたです。そしてちなまねです。よろしくお願いします。お願いします。1年ぶりですが、10月2日6日我々はお誕生日なのでお誕生日会です。こんな大事な撮影の時にカメラ忘れちゃって、うるさい、いちいち。今日はなので特別に焼肉のコースを食べて堪能してねぎらえていきたいと思います。なんか箸ももらいました。なんか開封動画する、開封箸のめちゃくちゃ。失礼します。うーん、箸です。同じやった。ということでいただきます。チャルモケスミダ、チャルモケスミダ、韓国行ってたからチャルモケスミダ。やーん、やーん、美味しそうです。すいません、皆さん。あー、わー、うのせ方ずわっ。どうですか。マニマニマシそう。失礼いたします。はい、うわっ、わーおいいじゃん、いいじゃん。はい、Here we go go やー、タン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 。いただきます。うん、食レポしてみてください。はい、滑らかさの中にもやっぱタンのこのコリコリ感の香ばしさ、あと甘い、はい、あと10秒焼いてもよかったかと。あ、よかった。うーん、デリシャス、デリシャス、ジューシー、ジューシーで、あと10秒焼いてもよかった。ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっとね、この動画でから言うとご報告が遅れましたが、 THEW 準決勝進出しました。イエーイ。安定に、ね、なんとか心配なく上がることができました。去年初だったんで準決勝、去年は結構そわそわしてました。いや、そわそわした。今年はまあまあまあ不安やったけど、何回も更新した私、いつアップされるか分からなくて。確かに分かんないですよね。そう、でもあの発表の日なんか昼寝してて、起きたらなんかインスタでファンの人からメンションが来てて、それ見て、あ、受かってるんやと結果見る前に。よしよ、もう楽しみすぎてさ、この辺からフッフッして遠い。うん、準決勝の方は11月13、14、2日間ルミネ座吉本であるので応援来てください。もしかしてチケット発売したり売り切れたりしてるかもしれない。うん、うん、そうです。確認サイトから確認していただいて。お願いします。だからあと1ヶ月ちょっとぐらいあるのか。はい。なのでそこで仕上げて。はい。はい、なのであのこれを見てる芸人さん、作家さん、何でもいいからライブに呼んでください。お願いします。頼みます。一枠ください。本当にお願いします。足りません、ライブが、はい、足りません。1年早いな。でも本当に早かったですね。準決勝終わってからの電話を待つ、うん、もう夜来たんですよね。ああ、そうそうそう、ギリギリやってん な、 そうなん。今だから言うそのリザーバーやったじゃないですか。一組ずつみんないろんなところでカメラが来るね。でみんな全員を教えてもらえなくて、自分しか知らないんですっていう状態やから、私その時わらの稽古をやっとって、準決勝の翌々日ぐらい、自分の中でさ、来るならここやろなみたいな、なんか稽古中とかに来たらどうしようぐらいに思っとってさ、だからなんかあの本社の中庭のベンチでなんかほんまに
ハンディのカメラとかをこう機材置いてる人が、うん、ふーとか休憩してなんか喋っとって、それがチラチラ見えてる、あ、と思ってさ、でも私にバレてるってぐらいに思ったら、そのまま稽古が終わりました。スッと帰っていった。何あのカメラ何やったん、逆に。確かに。どこの曲の人ですか。紛らわしいのやめてください。それがないようにね、ちょっと今年は、はい、頑張りたいと思います。とりあえず日向 TV。 わ、すごい、やばすぎ。うん、うん、うそ、この間仕事で奈良に行ってきて、奈良テレビのロケでね、人生初めてバンジージャンプ飛んだんですよ。そうだし、ちゃんとそんなことする。私もなんか台本にバンジー飛ぶかもみたいな、どっちかが飛ぶみたいな。へえ、カロリー高いロケ。急に普通の街ブラかと思いきや、当たり前みたいに何々屋さん行って、何々屋さん行って、バンジーありまして。そうそうそう、いいなぁ、羨ましい。いや羨ましいです。飛んだ瞬間はまあ全然、全然って言ったらあれやけど、しゃあないというか。しゃあない、しゃあない。あの、皆さん知らないと思うけど、バンジー飛んだ後のこのバインバインあるやん、ここめっちゃ怖いで。飛んでる瞬間の写真見たらさ、ピーン。はい、嬉しい、ハッピーバースデー私たち。いただきます。さあ、もうお腹いっぱいになってきまして、あと皆さんに言わないといけないことが一つあります。あります。私、即中というブランドをやっていましてですね、それがだいたい半年に1回ぐらいのペースでリリースしてるんですよ。 SSAW っていうね、感じで。で、まあ、順当にいけば次が多分11月12月にいつも AW 秋冬の発売したりしてたんですけど、2023年 AW お休みします。ごめんなさい。なんで、嘘だ、なんで、冬に着るものないよというたくさんのご意見届いております。届くよっていう。でもですね、即中のアカウントをフォローしてくれてる人は、インスタのアカウントね、え、なんか作業してなかったみたいな方もいいかと思いますが、そうなんです、とある作戦を今練っておりまして、はい、それこそさ、エブリデイサーカスのさ、はいはい、この間の新作の時に、今ちょっとここだけの話やってますみたいなのを言ったと思うんです。それを順当に今進めていまして、なので11月中には何かが発表されますので、うんうん、本当に楽しみにしてほしい、うん、これはこれは本当に楽しみにしてください。マジ嬉しいです、うん、本当に絶対に嬉しいので、私もワクワクしてます。そうなんです。なのでその辺の発表をもう少々お待ちください。お待ちください。すいません、秋冬は裸でお願いします。昨年までの、ね、あ、そうですね、洗ってきて洗ってきて続けてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ふぅ、贅沢したね。うん、美味しかった。さあ、ということでここまで動画見ていただきましてありがとうございました。また一つ大人になった日向を、そして大西マネージャーともども、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。この動画が良かった、日向おめでとうと思ったあなたは、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、そう、チャンネル登録絶対にお願いします。すごい手ぼけてる、手を上げてる。シネマティックモードだから画質に上がってるから、カメラないから今日。ということで、以上、日向 TV でした。バイバイ。